はい、どうもこんにちは、ベルプリです。今日はですね、ベルファイア 2.5Z グレードの、ガソリン仕様になるんですけれども、そちらの、シフトノブの右側にあるスイッチ類、そちらのご説明を、まとめる形でちょっとやってみたいなと思います。こちらになりますね。上から、電動パーキング、そしてブレーキホールド。でこの車ガソリン仕様なので、こちらの方にはハイブリッドですと EV モードっていうのがあるんですけれども、ここはない状態になってます。でその下なんですが、トラクションですね、オフ、そしてエコモードスイッチと、このような感じで4つガソリン車の場合はスイッチ類があります。順番に上からいきます。電動ブレーキなんですけれども、私はこの車が初めてですね。今まで乗ってきた車、手か足かでサイドブレーキを操作するタイプだったんですけれども、初めて自動でサイドブレーキの方をかけてくれる車を買いました。こちらの方、シフトの方を、ブレーキを踏みながらパーキング以外のところに入れると、自動でこのパーキングのランプが消えて解除されます。リバースに入れた段階で今ランプの方が消えました。で、通常 D で走っているわけなんですけれども、そしてどっか止めるときですね、停車して、パーキングに入れると自動でこちらの方がかかると。ちょっと時間かかるんですけど、今着きました。このような感じで自動でパーキングブレーキかけてくれます。通常はシフトレバーの操作に合わせて自動で反応してくれるんですけれども、例えば今パーキングの状態で再度外したいっていうときは、進行方向にスイッチを倒すと解除してくれます。これで今解除されました。で今これ D にしたんですけれども、 D の状態、ドライブの状態でパーキングをかけたいときは手前に引きます。でこれかかりました。今ブレーキから足を離すんですけれども、車は動きません。このような感じでマニュアル操作も可能になってます。納車時はシフトレバーに連動してそのパーキングブレーキがかかったり解除されたりされるようになってるんですけれども、マニュアルに変更することもできます。やり方なんですが、こちらのパーキングのスイッチを解除する方ですね、手前の方に押して、なおかつ長押しします。押して長押しですね。そうするとこちらをご覧ください。オートモードオフと出ました。これでシフトレバーに反応しないようになります。今ブレーキを踏んで、で D に入れますね、ドライブに。でその後再度 P に戻せば、オートモードであればパーキングブレーキかかるんですけれども、このような感じでパーキングブレーキかかりません。オートに戻したいときはこちらのスイッチを手前に引き続けてください。そうするとこのような形でオートモードオンというふうに切り替わりましたね。操作の方は至って簡単です。納車時はオートになっているので、あえてマニュアルにはしない方がいいんじゃないかなと思いますね。マニュアルになっていると、D に入れた後もこのような感じでつきっぱなしになってますから、パーキングがこれを解除してやる動作が必要になりますよね。忘れちゃうんじゃないかなと思うんで、パーキングにした時もそうです。これで今サイドブレーキかかってない状態なので、自分でかけてやんなきゃいけないですよね。ですので、この辺はオートのままでいいんじゃないかなと思います。あと冬場の注意点なんですけれども、パーキングブレーキの方凍結の恐れがある場合は、解除して止めてくれというふうに取扱書の方には書かれてました。ただ注意点としては、車輪止めですね、それをつけるようにというふうにも書かれてたんですけれども、一般の車で車輪止めつけて止まってる車ってあまり見ないですよね。私もね、そういうのつけて止めたことってないんですけれども、販売店さんの方に行けば置いてるそうです。ただ私が今住んでるところっていうのは群馬県、平野部はほとんど雪は降りませんし、寒さもそれほど厳しくありません。ただね、生まれ故郷である北海道なんですが、そちらは本当に雪も降りますし、寒さが冬場は2月あたりが非常に厳しいです。凍結の恐れがある場合は、ブレーキの方、こちらですね、解除して、で車輪止めをというふうに取扱書の方には書かれています。2つ目、ブレーキホールド機能なんですけれども、以前これに関する動画を作ったことがあるんですが、ちょっとね、私自身気づいた点もありましたので、ちょっとまとめる形でね、やってみようかなと思います。こちらの方、機能させるためにはボタンを押して、エンジン始動がいつもねリセットされているので押す必要があるんですけれども、ボタンを押します。そうするとシートベルトをしてないとね設定ができないということで、これからベルトします。
ベルトしました。で、もう一度ブレーキホールドのボタンを押します。まあ、そうするとこのような感じで、緑でセットができたというのがこれで確認できます。あとはブレーキを踏みつつ、シフトをドライブに入れると、このような感じで黄色の文字でホールドというふうに表示されます。これで今、ブレーキホールドが効いている状態ですね。シフトの方は D になっているんですけれども、今完全に、ブレーキから足を離すんですが、車の方は止まったままです。ブレーキペダルを踏んでシフトを今ドライブに入れるんですけれども、そうすると黄色の文字で、ホールドというふうに表示がされます。これでブレーキホールドが機能しているんですけれども、この状態で今足を離すんですが、車の方、ワイプ画面見ても分かると思うんですけれども、全く動いてません。完全に止まった状態になってますね。で、走り出すときは普通にアクセルを踏むだけです。これからアクセル踏みます。そうすると黄色の文字が消えて車が走り出します。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、横の景色が流れてるんで今走ってますね。で、今またブレーキ踏みます。で、完全に停車するとまた黄色の文字でホールドと出て、これからブレーキから足を離しますが、完全に車の方は停車してます。このブレーキホールド、信号待ちなんかで結構私は使ってますね。足が自由になるんで楽かなと思って使ってるんですけれども、ただちょっと注意点があります。それは急な坂道ですね。あとは滑りやすい路面、こちらの方では注意または使用を控えるように取扱書の方に書かれています。あとこのブレーキホールドの状態なんですけれども、3分を経過すると一応こちらのディスプレイの方に警告は出るんですが、その警告後何も動作をしないと自動的に電動ブレーキが、電動パーキングですね、がかかるようになっているので、その辺ちょっと注意が必要ですね。そろそろ警告が出ると思うんですけれども、出ましたね。この状態で何もしないでいると勝手に電動ブレーキの方がかかります。かかりました。このように表示されてますけれども、焦らずにブレーキを踏みながらこちらのスイッチ、前の方に倒せば解除できるので、これで解除してそれでアクセルを踏めば車の方は発進できます。あと最近気づいたところなんですけれども、これからちょっとこのホールドが効いた状態から車を動かすんですが、動き出しました。で、今動いてます。で、止めます。で、今止めたんですけれども、ブレーキの踏む加減ですね、今完全に車は停車してるんですが、ブレーキの踏み具合が緩いと黄色のホールドの文字が出ません。今完全に停車してるんですけれどね。で、これで強く踏み込むとこのような感じでホールドの文字が出ます。これ80のボクシーなんかそうだったんですけれども、アイドリングストップですね、強く踏むとエンジン停止するんですけれども、緩く踏んでるとエンジン回った状態で停車してるっていうような感じで、それになんか近いような感じがします。3つ目はこちら、トラクションコントロールですね。こちらのスイッチを押すとディスプレイの方に、オフにしましたというふうに表示が出ますね。そうするとこのような感じで警告が出てます。ボタンを再度押すと元に戻りますね。あとはエンジン再スタートでも元に戻ります。主にどういった時に使うかというと、雪道とか、あと最近あんまないと思うんですけれども、ぬかるみから脱出する時ですね。トラクションが効いてると出力の方、エンジン出力が抑えられてしまうので、それをなくすためにトラクションをオフにして一気にそのハマったとこから出ると、そういう時に使う機能としてここにあります。最後にエコモードなんですけれども、こちらのスイッチで、切り替えることができます。今はノーマルなのでこれを押すと、青く表示されてエコモードという文字が出ますね。以前お正月の初詣で水戸市に行った時なんですけれども、往復380キロか90キロだったんですが、ノーマルモードにして上下半々ぐらい走って平均燃費の方が 9.86 でした。エコモードにしてどれぐらい走るのかちょっと試してみたいんですけれども、こんなご時世ですからね、なかなか長距離遠出できないので、いつになるかわからないんですけれども、あと市街地を走っている時にエコモードとノーマルモードでちょっと違いがあるかということで試しては見るんですけれどもね、なかなかそんな踏み込まないものですから、どっちも一緒じゃねえかなっていうふうに感じてしまうんですよ。要するに違いがわからない男です。今回このような形でシフトノブ右側にあるスイッチ類のご説明を動画の方でさせていただきました。今後もこのような形で動画の方を作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとですね、リクエストご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。